前が悪いんだぞ。んー、お兄ちゃんが悪い。おい、やめろ、髪引っ張るな。剥げるぞ、お前、剥げる。おら、痛い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 、やめろよ。ちょっと二人とも何やってんの。違うよ、ママ、妹が。違うもん、お兄ちゃんが私のゲームのセーブデータ消したんだもん。消してねえよ、何言ってんだよ、お前。上書き保存しただけだろうが、それは。結果は同じじゃん、このクズアニ。クズアニ、あんた誰に口聞いてるんですか。そんな妹に育てたことはございません。育てられてないわ、このブス。あんたらガキみたいなこと言ってママの時間を無駄にしたわね。違うんだよ、妹が。あれ、なんかさっきも同じこと言ったよな。ママ、私は無実だよ、許して。やかましいわよ。あんたら今日の晩御飯、嫌いな食べ物大盛りにしてあげるから、覚悟しなさいよ。さあ、二人ともしっかりお食べ。私何も悪いことしてないもん。お兄ちゃんがパンの耳食べてよ。はぁ、あ、なんでお前の嫌いな食べ物を俺が食べないといけないんだよ。代わりにそのトマト食べてあげるから。はぁ、あ、あ、ここで二人の利害が一致した。嫌いな食べ物を自分が食べるんじゃなく、食べれる人が食べればいい。それでいいじゃないか。あ、ほら妹よ、そのパンの耳俺によこせ。じゃあこのトマトドミが食べるね。盲点だった。なんで気づかなかったんだろう。自分の嫌いな食べ物はこいつになすりつければよかったんだ。お前が悪い。お兄ちゃんが悪い。くー、俺のおもちゃ壊しやがって。ほら見ろよ、もう水出ねえじゃねえか。私じゃないもん、もういいよ。お兄ちゃんが昨日私の嫌いな食べ物食べてたことママに言ってやるから。バーカ、そんなこと言ったらお前も。あら、そうなの。嫌いな食べ物なのに食べるのが早かったから、どうしてだろうと思ってたのよ。違うんだよママ、あれはただ理解が一致しただけで。うんうん、じゃあ今日は特別な場所でご飯にしましょうかね。え、じゃあ二人とも今日の晩ご飯全部食べるまでそこから出られないからね。じゃあママはお風呂に入って用が済んだら寝るわよ。そんなくそー、どうすんだよこれ。これじゃあ一人で嫌いな食べ物食べるしかねえじゃねえか、くそったりか。うわ妹、なんかいいアイデアねえのか。ねえ、終わってんだお前。くそー。1時間後。もう覚悟を決めるしかないのか。妹も諦めて塞ぎ込んで寝てやがる。嫌いな食べ物を食べずにここから出る方法が、このトマト
お尻から食べればいいんだ。やばい、あまりの激痛で一瞬意識を失ったぜ。よし、残り2つ。この後、お兄ちゃんはお尻丸出しの状態で倒れているところを救急隊員に発見され、病院に搬送された。どうしよう。食パンの耳？でもこれを食べきらないと外に出れない。ん？ここは、はっ！いいこと思いついた！トミーちゃん、ちゃんとご飯食べた？うん、ママ、頑張って食べたよ。あらえらいわね、トミーちゃん。さあ、出なさい。やったー、うん、シャバの空気はうまいぜ。あら、どこでそんな言葉覚えたの？お兄ちゃんが言ってた。あのクソメガネ、お仕置きね。さあ、歯を磨いて寝る準備しなさい。はーい。わかった？はい、はい。早く行け！ふん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 が！ドミちゃん、これ何かしら？え、なんだろうね、それ。机の中にパン詰め込んでバレないと思ったの。ごめんなさい。今日という今日は許されない。あんたこっち来なさい。早くこっち来なさい。